今日は卵黄の醤油漬けを作りたいと思います。卵黄をね、醤油にしばらく漬けるんですけど、俺もうほんまこれ幼少期から作ってて、これほんま誰に教えられることもなく作ってたんですけど、だから俺最初漬物ってこれのことやと思ってて、だから後でなんか野菜とか漬けるんやって知ったんですけども、そう、じゃあそれをね、ちょっと作っていきます。じゃあ、用意するものエッグス用意してください。白身と黄身に分けていきます。なんか寂しいね、この別れっていうのは。なんかあ、やば、ちょっとすいません、ちょっとほんますいません、ちょっといや、すいません、ちょっとね、来ましたけどこれ、昔からね、何万かね、わかんないですけど、結構割ってますけど、俺一回も君割ったことないねんな、うん、すごいよな、買いたりとも君割ったことなくて、まあでも瓦はねめちゃめちゃ割れるんですけど、うん、瓦はすごい割るんですよ。コツはね、瓦を割ろうとせずに地面の奥底を割るっていうのがね、ポイントなんですけど、だから目標と一緒やね。目標に対してこうまっすぐその目標の先を思い描くと目標が叶うみたいな感じと一緒やね。残った白身は普通ね、オムレットって黄色いけど白いオムレットにしようかなと思ってます。まあオムレットというか、まあオムレットライスやね、うん、オムレットライスにします。わあ、あれやね、ええ感じやん。なんかね、おしゃれやね。なんか、まあなんかマー君が24勝して日本シリーズで初めて巨人に負けた時みたいになってんな。なんかそれ思い出すわ。なんかほんまに。負けなしでも良くないからね、うん、みりん、みのもと、この醤油ね、1616年だから大阪夏の陣が1615年やから、その翌年からある元旦2年からある醤油ですね。冷えた醤油、工場は銚子にあります。さっき液体作ってからそこに入れた方がいいんですけど、俺ほんま険しい道のり好きなんで、逆にしてます。なんか、ほんまこの全部混ぜてからそこに入れた方がいいんですけど、険しい道のり好きなんで俺逆にしてます。で、顆粒だし、俺顆粒だしの形が好きで、なんか漢方みたいでね、なんか葛根湯とか魔王湯とか五霊散とか芍薬甘草湯とか、そういったなんか感じのね、形が好きで、で俺味もめっちゃ好きで、漢方味好きやから飲んでる時あるぐらい、うん、漢方好きなんですよ。本来ね、逆の方がいいんですけど、俺箱根の山とかめっちゃ好きなんで、険しい道のり好きで、ちょっと今回は逆にしてます。こうやってすることでこう染み込んできますので、冷蔵庫で2日寝かせます。俺は起きてます。2日経ちましたけども、もう何しててもやっぱり卵黄のことが頭いっぱいで、うん、
なんかずっとよぎってました。かといってね、集中できないわけではなく普通に仕事してましたけど、はい、ということで、完成をねちょっと見ます。てってれできてますね。うん、このなんかいびつなやつもええな。これはこれで、むしろこれがみたいなところもあるね。うん、一個ね、こういうのあっていいかも。いただきます。うん、これベリーうまだ。いや、むちゃくちゃうまい。食感がね、牛乳に近いよね。うん、いや、めちゃめちゃうまいな。これほんま、馬田ヒカルの卵黄と馬チックやね。It's all too much 抱きしめられたビリとパラダイスにいるみたい。キラキラうまぶしくて、ウォウォウイエー。いやー、いや、これ確実にそうやね。ほんまにうまいし、味うまんつええ味、坂東英二ゆで卵でした。ゆで卵先生、11月22日がそのいい夫婦っていう意味一つもわからへんわって言ってましたけど、語呂合わせですよ。ちゃんとしてください。ごちそうさまでした。